こんにちは、好みです。あー、ファッキンセールが始まりました。みんな拍手してくれ。最悪だっつんだよ、本当に。まずファッキンセールって感じなんですけど、そんな一日をお届けしたいと思います。トリマ乾杯。アサイ全部ブルーじゃない。外も台風だし、雨が降ったかと思ったら急になんかヤッホーみたいな感じで太陽が出てくる。ヤッホーじゃねえんだよ。どっちかにしろって言ってんの。頭もかゆいですし、部屋も汚い。いやでも生理感あるっていいよね。5万ですこれ。あーなー、上がんねえな気分と思ってテレビパッてつけたら、 Fire TV のなんかおすすめかなんかよくわかんないところにテッドって出てきて、テッド見たことないかもと思って、コムさんがマジであのファッキン学生の時になんかやってた映画なんですけど、年齢制限がかかってたんですよ。その映画が始まった時かな、ギリ見れるか見れないかぐらいの時で、テッドを見る機会っていうのがなくてテッド見始めたんですけど、テッドやばくない？最高じゃない？え、テッドみたいな友達ガチ欲しいと思ったらいるんすよ。 YouTube とかにあんま出してないんですけどいるんすよ。ファッキン親友っていうのがいて、最近最高な生活を送ってるんですよね。そのファッキン親友と明後日ぐらいに川行くんすけど、あの最高っすね。コロさんのファッキン親友の話をちょっとさせていただきたいね。そいつとはあのファッキン数年前から出会っていたんですよ。高校生ぐらいから出会って、まあ、ちょこちょこ遊んでたんだけど、最近めっちゃ会うようになって、それっていうのも何週間か前かな、まあ、ゆずちゃんって言うんですけど、ファッキン親友ゆずちゃんとベロベロに、ね、なっていたんですね。お家でベロベロになった時に宇宙の話をしだしたんですよね。急にベラベラと二人で宇宙の話をしてたら、もう止まんなくなっちゃって、うちら今宇宙とつながってないみたいな感じなんですけど、なんか宇宙のことをベラベラと規格外の話をしてて、何かをするためにここに生まれてきたよねみたいな、結構宇宙人じゃないうちらみたいな話をしてて、もう意気投合、ファッキン意気投合しちゃって、でやばい、ちょっとコンビニ行かないみたいな、もう現実世界で何かの行動を起こさないとその宇宙の話がやめられなかったっていうぐらい、マジ宇宙とつながっちゃったんだよねっていう話をしてるんですけど、信じてますかみんな。コノさんとマジで性格が一緒すぎて、なんか一緒にタトゥー入れたくねとかいろいろ話すんですけど、えだるくね、やめねがもうお互いの二人の口癖なんですね。でもこれが本当に最高なの。気分じゃなくなってもさ、やめにしようっていう友達ってさあんまりいないじゃん。それを言い合える関係の友達ってあんまいないんだけど、それが言い合えちゃう。お互いに平気で時間も守らないんだけど、守ることも大事だけど、まあお互い守んないからまあそれでよくねみたいな。人生って全部だるくて、だるい中頑張って二人で生きて、ほらファッキン雨ですよ。結構やばくね。何が言いたいかっつうと、やめねって言い合える友達ってガチ最強だよっていうことをちょっと本当に話したい。そういうことで、氷を今日も食べていきますよ。毎回こっからこうやって開けるんだけど、こっから開かないんですよ。こうなんですよ。ということは毎回やっちゃう。あとこれもマジおすすめ、ローソンのジュアバター塩メロンパンってやつだけど、これ前ファッキンジュアチョコ塩メロンパンみたいな感じの名前であったんですけど、何変わってんだよお前。マジでうまいからバカおすすめだけど、多分クソ太る。さっき顔洗ったんすね。顔ってさ洗うけどさ、首って洗えなくない？昨日からずっと首がベタベタなんすよね。なんかかわいいし、まあ、どうでもよくて、マジバービッチでやばいっつう話が言えるんですよ。ということで案件動画です。うわーイエーイ。お仕事をくださって本当にありがとうございます、企業の皆様なんですけど、コノさんはファッキン生理ということで、さっきからファッキンファッキンうるさいよっていう話なんですけど、テッドに釣られてるんですよね。ただの言いたがりボロボロファッキン生理のコノさんが今回素晴らしい商品をご紹介したいと思います。冗談抜きでガチで使っててクソいいなと思って。女の子何が一番大事ですか？大事ですか？髪の毛と顔ってことなんで、今回ご紹介させていただきます商品こちら、スキンケアです。イエーイ。うさんくさいと思うでしょ？バカみたいにいいので、昨日も使って朝まで超顔保湿されちゃって、生理なのにまだね化粧水とか塗ってないんですけど、こんなに肌が綺麗。まずは化粧水、タラートナーでーす。気泡とか入っちゃっててトロットロだよみたいな、粘つき
わかる、この人生何事もとろみを帯びてた方がいいっていうか、お茶とか水でさえもとろみをつけるんですよ。人生結局最後とろみだよねということで、とろみがついた化粧水がいいんだよっていうことを言いたい。これ大丈夫か、このみちゃん商材を紹介していく、あつまらないところかなと思うんですけれども、こっからが一番面白いから、もう本当に適当に流すと見てくれ。全然本当にほらファッキン腫れてきてる。ありえないの、ただ今日は本当見てほしい、お願いお願い見てってことで、トナーの次はこれ、メープルキャラシロップテラン、これもマジでよくて、いきますよ。あー、イエース、このとろみだから人生最後はとろみだっつってんだろ。イエース、これビタミン C 美容液で有名な韓国ブランドクレアスの新作になります。あー、イエース、名前の通りわかる、このメープルシロップのようなテクスチャー、さっきも見せたでしょうに、とろみがすごいんですから。でこれなんと、これをつけてからすぐにファンデーションをつけても OK というようなことが言える最高な美容液になっています。デコとボコがフィットするような感覚、それが巻き起こります。カナダの佐藤楓、イエス、ミセス佐藤楓、うんうん、リピートアフターミー、佐藤楓から抽出した樹液を配合、氷点下が20度の厳しい冬を乗り越えて365日、わかる、1年に1度だけ訪れる春の直前に採取ができる樹液となっています。これには佐藤楓、うんうん、のエキスが 55.9% も配合されているんですね。この前直木マンションの YouTube で見ました。先祖の名前を言うと DNA がこう震えて、その先祖のね DNA がこう蘇って、その人のパワーが発揮できるんだって。ユキオとかいるとするじゃん、自分の中のユキオの DNA が震えて、ユキオができてたこと、本が書くのが上手かった、ユキオの本が書くのが上手いというこの DNA が私にも伝わって、私も本が動く書けるみたいな。だからこれを使うときは佐藤楓って言うんですよ。佐藤楓って言うとパワーっていうかエネルギーっていうか、そういうのがもうフルパワーで肌に伝わる。これ使ってる人はみんな言ってます。正直みんな言ってますよ。続いてこちら、メープル 3D バリアクリーム、おー、これ本当はあの夜用のねスキンケアとしてこのさんは使っているんですけども、今日は外に出ないのでこれ塗っちゃいたいと思います。これオイリー肌の人は朝少量だけつけてもらって、まあ、寝る前に使ってもらうのがいいのかななんて思うんですけれども、これ塗って朝起きてみ、自分が赤ちゃんベイビーのように思えて、本当に可愛らしく思えるから、赤ちゃんベイビーの記憶が蘇ってきます。これはちょっと重ためのバターみたいなテクスチャーなんですけど、マジでスベスベになりますね。でこれ100時間も保湿が持続するらしくて、丈夫なバリアを作ってくれて 3D のボリューム感が出るそうです。いろいろ飛び出してみるでしょう、ほらね、弱そうなパンチが 3D に見えるでしょっていうくらいに張り感が出ます。ということで皆さん、バッドビッチ美学見ていただけましたでしょうか。ヘラヘラさんの YouTube にね出ているんですけれども、前々からねもう結構準備をさせてもらっていて、可愛いものができたかなと思うんですけれども、これもファッキンセールのせいで事件があったんですよ。2パターン、あの服とかを可愛くさせてもらってたんですけど、1箇所目がシルバーブラックのような可愛い服を着させていただいたんですけれども、その次にコンクリート工場つうか、なんか石工場みたいなところに行かせていただいて、コンさんが着ていたお洋服の色なんだと思います？イエス、ホワイト。その時もファッキンセール2日目だったんですね。そこで事件、わかるよねみんな。なんちゃらかんちゃらちゃんちゃらちゃらちゃちゃちゃらちゃんちゃらちゃんちゃらちゃらのように、このようにやっていたら、あ、このみちゃんちょっと足ついた方がいいかもと言われて、なんのこと、曲に乗らせてくれよのようにしていたんですけれども、足を閉じて、なんのこと、このようにして下を見たら、 Oh my gosh 血が出てんだねというような事件が起きていたんですよ。恥ずかしすぎません？これ全員いるの。私たちは石を作っていますの、石の上に座って、もう、やーす、とやっていたら、血が滲んでいたカメラマンさんも男の人。だからファッキンセールって嫌いなんですよ。
いやもう生理だと分かっていたので、なんか肌着みたいなやつも本当に5枚ぐらい履かしてもらって、おぱちゅうさぎかよお前っていうぐらいには結構股間あたりがもっこりしているぐらいに重ねていたんですね。のにもかかわらず白の衣装にまで到達した私の血、生命力がすごいよ。これだからやってられません、生理は。なんですけど本当に素敵なラップをこのように歌わせていただいて、非常に素晴らしい作品ができたので、まだ見てないよっていう人はヘラヘラさんの YouTube に載せてありますので、そちらの方飛んでみていただければ嬉しいなと思います。やっぱりあそこのいる場の誰よりもコノさん多分ラップが好きなの、ヒップホップっていうか、だからそういうお仕事をさせてもらって本当に嬉しかった。ただずっと聞いて自分もできるって思ったんだけど、いざこうやってさやってみたりするとめっちゃ難しいし、なんかこうやってやったりするのも、こうやってやったりするのも意外と難しいし、ワンパターンしかできないんですよね、カメラ回ってたりすると。だからラッパーってすげーと思いました。これからもラッパーを目指して YouTube も頑張っていきたいと思います。ということで、そろそろ動画も締めたいと思うんですけど、今回紹介してるおすすめスキンケアなんですけど、こちらのメープル毛穴シロップセラムとメープル 3D バリアクリームのこちらの2つのセットが通常8800円のところ、なんと目代わり期間で4140円、税込みでこの価格となっております。なんと 53% オフのキャンペーンをやっているので、皆さんぜひゲットしてみてください。生理1日目の肌とは思えないでしょうに、ほら、で、目代わり期間なんですけど、8月31日から9月12日までとなっております。みんなが大好きな目代わりが始まるので、ぜひゲットしてみてください。これはマジでこのさ結構一生使うかもというような、一生リピするかもというようなものなので、本当に夜使うのにめっちゃいいんだよね。次の日の朝までさ肌がもちもちになるなんてことなくない？で、概要欄の方にもちろん URL を貼っとくので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。で、これなんかの動画の最後ら辺になんかとか言ってなんか紹介したんですけど、コメント欄でなんか、え、これどこの何ですかとか聞かれてて、しかもそれに答えてくれてる子もいて、もう本当に世界はなんて美しいのと思いました。このさ、で、これ彼氏の家の近くのスーパーでしたガチャガチャなんですけど、イカで、これもともと目があったりとかしてたんですけど、結構こう伸ばしたりとかもできるもので、僕のフレンドです、テッドです、ああいう親友マジ大事にしろ、お前らもな。ということで、ファッキン生理、お前らも楽しんでこ。逆に生理で元気な人っているっていう、はーいみたいな話にはなったんですけれども、最後の方まで見てくださりありがとうございました。この動画が1名でもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2名でもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、3名でもいいなと思っていただけましたらコメントの方よろしくお願いします。ということで、このみでした。バイバーイ。